ごきげんよう、モチベーションアップ。講演家の宮崎文隆です。今日は2022年7月の10日日曜日です。今日は中国新聞に連載されています大宗産業創業者の矢野博武さんの生きてという話をしてみたいと思います。これが生きての10号ですね。今日は10号と11号と話していきたいと思います。仕入れは格闘技、1円単位で単価を交渉ですね。ちょっと最初読んでみますと、100円ショップダイソーには折り紙だけでもサイズ、デザインの異なる約100種類がある。それでも売れる。これだけの種類を提供するのは真似できないですよね。以前経営コンサルタントがアイテムを3割減らしても売り上げは変わらず利益が増えると話してきたことがある。でも嫌じゃ言うてね、わしの趣旨に合わんのです。面白いですね。日用品や化粧品、インテリア、食料品、衣装品を増やし品質アップに力を入れてきた。すごい品種ですよね。いい商品を安くが哲学。そして終わりの方いきますと、数千種類だった商品は1990年代後半から急増し、現在は7万6000種。うち9割は自社ブランドが商品だと。はあ、すごいですね。問屋や商社を通さずに中国などの海外メーカーに商品を直接発注するようにしたのが転機だった。直なんですね。途中を通さない、問屋などを通さないっていうんですね。そしてアイテムを増やし10万個、100万個単位で大量発注すれば安くなり、いい商品を100円で売ることができる。お客さんが商品に焼けないように毎月700アイテム増やせとバイヤーに葉っぱをかけていた。ここに、中に書いてあるのをちょっともう一度読んでみますが、一つの商談がボクシングのように真剣勝負、メーカーの担当者が昔のように売ってあげると、そんな態度を見せた時には怒鳴ることもあった。仕入れは格闘技だと商品のバイヤーにいつも言っていたって。そうですね。中国のメーカーに発注している乾電池の販売を始めた時は大変だった。液漏れしたなどと毎日山のようにクレームが届いた。これは大変ですね。何度も販売をやめようかと考えた。もう一踏ん張りしようと改良を重ね、今ではよく売れる商品の一つです。商品が良くなるとどんどん売れ、店舗も増えていったっていうね。そしてこれですね、これ11号、急成長、商品量が追いつかない。はあ、すごいですね。100円ショップダイソーはバブル破壊後の消費不況に陥った1990年代半ばから全国で急増。94年に約300店舗だったのが98年は1000店を突破した。すごい勢いですね。毎月50、60店のペースで出していきましたって。すごいペースですねこれ。自身は東広島市の本社倉庫で商品出荷の順当に立ったってね。まあ、どれぐらい来たかというと、各店舗から商品の発送を依頼するファックスがどんどん届くが商品の量が追いつかない。出荷できないので当時はファックスの半分ぐらいは捨てていた。すごい。まあ、そして後半です。2000年、ビル一棟を借り切ったギガ町田店、かっこ東京都町田市をオープン。現在国内の店舗は、3600店を超える。というね、
ここにちょっと書いてあるのを最後に読みますと、スーパー跡地にギガ町田店を出した。5階建ての一棟を丸々借り、売り場面積は2000坪。さすがにこの時は恐ろしかった。どうなるかと思ったが、よく売れ自信がついた。まあそうですね。売れたんですね。店舗販売を始めた頃は資金もなく、直営よりフランチャイズの展開を目指していた。だがフランチャイズは日々の売り上げに目を奪われがちでした。100円買うてもらって1円、2円の利益を得る商売なので。1円、2円の利益を得る商売なので。儲かるのは10年、20年先になる。私たちと考え方が異なるフランチャイズは減らし、今では国内の8割が直営です。ですね。いやでも、この記事を見るとですね、これ面白いですね。格闘技、仕入れは格闘技だっていうところ。いいですね。やっぱり仕入れは格闘技だっていう時、モチベーションバーって。アップしていかなければいけないし、またアップもしてくるんでしょうね。こう戦っていると、だんだんこう、内から燃えるものがアップしてくるんでしょうね。いやー、これがいいですね。格闘技、仕入れは格闘技だというのが、なんかモチベーションアップしてくれますね。そして、ここに100円買ってもらって1円、2円の利益を得る商売なんだ。これはすごいですね。やっぱり1円、2円をバカにしてはモチベーションわかりませんね。1円、2円とこの小さな、利益、ここから道を開いていったというのがすごいですね。そしてこの、まあ、国内の8割が直営というのはね、これが儲かるのは10年、20年先になるというんですが、これがすごい気の長い話ですが、でも直営店でいきますから、やっぱり、ダイソーの社員のチームワークというんですかね、会社がチームワークが取れていますから、モチベーションが上がりますね。チームワークが乱れると、モチベーションももちろん下がってきますね。モチベーションはやっぱりチームワークの力ですね。いやこれはチームワークといえば、一番小さいチームワークは家族のチームワークですね。これもやっぱり取ってアップしていくのが、チームワークを取ることがモチベーションアップする秘訣です。